こんにちは。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのは、このカメラバッグ。タムラックのプロフェッショナル仕様のカメラバッグ、ショルダー型のニューストラトス10をご紹介いたします。このニューストラトス10ですが、タムラック社、1977年からずっとこの布製のカメラバッグを作っている会社ということで、まあ、カメラバッグの世界というのはもともとガゼットケース、革製で中に金属の骨が入った、金属の鉄板が入ってですね、鉄板が入って表面が革というガゼットケースというもの、あるいはアルミケース、金属結成のケースですね、そういったものが1970年代までは主流として使われてきたんですが、1977年頃、まあ、1970年代後半から布製のカメラバッグを作る会社ができてきたという中で、タムラックはその布製カメラバッグのパイオニアと言える会社なんです。そしてこのタムラックのニューストラトス10は、タムラックが作り続けているプロ用カメラバッグのショルダーバッグのシリーズの一番最新型ということで、今までのタムラックのカメラバッグの伝統を引き継ぐようなスタイルで作られているという製品なんです。タムラックのニューストラトス10のスペックですね、エクスターナルディメンションズ、外寸法が 42×22×23cm ということで、まあ結構大きめのバッグであることがわかりますが、重要なのは内寸です。インターナルディメンションズ、横幅 32cm で縦 18cm、横 18cm という、こういったスタイルのカメラバッグですね。ウェイト、これはカメラバッグの中身が空の状態の重さなんですが、1.2 キロということで、これって実はタムラックの一番売れ筋だったカメラバッグのサイズと似てるんですね。今日これ用意してるのが、写真用品総合カタログの2005年版と。ということで、これの、ここに出てますね。タムラックの610。これが寸法的なところでは、寸法雰囲気的には近いんじゃないかなと思ったんですが、実際寸法的にはこちらの608。まあこれも売れ筋でしたね。32×190×150 ということで、まあほぼ似たような寸法です。重量も 1.5 キロ。まあこれも少しこのアメリカ製の608の方が重かったということなんですが、当時のこの608、3桁の番号のタムラックってアメリカで作ってたメイドイン USA のバッグだったんですね。結構お値段も高めというところだったんですが、外装がパワーグリッドコーデュラという素材を使ってまして、まあこれ布地に格子の模様が入っていて、ほつれが格子のところで止まるといった工夫がされてた生地だったんですね。カラーもブラック、グレー、ネイビーとありました。この608をお手頃価格で作ろうということで作ったのが、タムラックのこの5608。まあこれは中国製の廉価版のタムラックだったわけですが、寸法は今回のニューストラトスの10に似てるという感じですね。この時の5608。表面素材が900デリニールポリテックということで、で、カラーはブラックとブルー。それに対して今回のニューストラトス10では、外観素材500デニールのコーデュラナイロンと、840デニールのポリエステルということで、表面、そうですね、当時のものよりも生地が、布地のキメが細かい感じの素材に変わってると。いうことがわかるかと思います。デニールということですが、この布地の糸の太さですね、数字が小さいほど細い糸で編まれた布ということになります。で、今回のニューストラトス10だとこのようにより細い糸で編まれた布ということになってますが、まあ昔のタムラック自体が非常に太い糸を使ってた関係で、このタムラックのカメラバッグと着ている服が擦れると、服の布地が擦り切れてしまうといった問題があったぐらいですから、まあこの方が今風な感じかもしれません。そして、このバッグの特徴ですが、収納部分見ていきましょう。こういった形ですね。
カメラが2台収納できてレンズが2本こう入るということを考えているといったデザインです。特徴的なのはカメラの収納の仕方ですね。このように、はい、置きます。これね、カメラの置き方ってこういう風に置く置き方とこういう風に置く置き方があるかと思うんですが、奥行き方向にカメラをこうやって置くと、前面から見た時のカメラバッグの面積が小さくできる。で、高さも低くできるというところが特徴なんです。だからパッと見コンパクトに見えるんですが、機材がいっぱい入るという設計になりますね。フルサイズの一眼レフ。で、縦位置グリップをつけた場合は、この仕切りを外して入れれば、下まで入りますし、あと単焦点レンズ2本ぐらいと、ここにもう1本ワイドレンズ、ワイドズームとか、あと、まあ、小型な望遠ズーム70-300クラスとかが入るといった感じです。で、フロントにもポケットがありますし、そして、こちらのかぶせ側の蓋の内側には透明なビニールのポケットがありますから、こういったところにカードとかフィルターを入れるといい感じです。ここのジッパーなんですが、このプルタブが布のカバーで覆われるということも考えてます。実はこれカメラに触れてしまいますから、ここのプルタブでカメラが傷つかないよという配慮がされているということですね。タムラックのカメラバッグの背の高さが低いのは、椅子の下に置いた時にぶつからない。まあ、とも言っても今回のこの例で出した椅子があまり良くなくって、事務用の椅子ですから、この感が結構あるように見えますが、実際は飛行機の椅子のこの下の部分に入れられる高さということで、機内持ち込みにした時にですね、バッグどこに置こうかなっていう時に上の棚に入れるんではなくって座席の下に収納できるという、この高さを考えて作られているというのがタムラックの伝統的な作りです。まあ、こういったところの背面ポケットもありますので、手近なものを入れるといったこともできますし、そしてこのポケットは下側を開けるとキャリーカートの取っ手部分に通せるので、まあ、旅行の時にも便利といったことを考えたバッグですね。内装がグレーというのも、これはタムラックの伝統的なプロフェッショナルカメラバッグの作りを引き継いだ点でありまして、暗い場所でも中の機材がチェックしやすいということを考えているわけですね。で、真っ白の方向にするとこれ汚れが目立つということになりますから、黒だと分かりづらい、白だと汚れが目立つ、中間のグレーということで考えて作ってるということですね。タムラックの歴史的なプロフェッショナルバッグである608とか、あるいは5608といったシリーズの利点を引き継いだ現代のタムラック、ニューストラトス10プロフェッショナルカメラバッグ、ぜひチェックしてみてください。